私の名前はカンナ、31歳。母のもとで美容師として働いている。父は私が幼い頃に事故で亡くなった。それ以来、母は自分が経営する小さな美容院を切り盛りして私を育ててくれた。ヘアカットやメイクの勉強をしたいと思ったのは、母の背中を見て育ったのが大きい。両方勉強させてくれた母にはとても感謝している。考え事。母の声で私はハッとして顔を上げた。物思いにふけっていた私に母が笑う。ぼんやりしちゃって、まあ。どうせ明日のことでも考えてたんでしょ。そう言いながら母はコーヒーを私に差し出した。そうなの。ただしの家はちょっと特殊だから。私には、ただしという同い年の恋人がいる。友人の紹介で付き合い出して3年。最近プロポーズされ、私は喜んで OK した。先週にはただしが我が家に結婚の挨拶に来てくれて、母に祝福されたばかり。明日は私がただしの家に結婚の挨拶に行く番なのだ。本当なら幸せいっぱいで、頭がふわふわしていてもおかしくない。しかし、私の気持ちは落ち込んでいた。ただしさんの家って警察官が多いんでしょ？母の問いに私はうなずく。警察官家系なの。ただしもそうだし、お父さんとかおじいさんとかも警察官なんですって。しかも国家公務員のキャリア、つまりエリート警察官ばかり。ただしに聞いた内容をそのまま言っているだけだが、母は感心したように息を吐いた。へえ、そんなお家にあんたがお嫁ね。でも、ただしさんはしっかりしていて優しい人じゃない？エリートなのに気取ってないっていうか、ご両親もきっとそういう人柄に違いないわ。だから緊張しなくてもきっと大丈夫よ。母なりの励ましの言葉に、私はそうよねと微笑み返す。この胸のモヤモヤは一般家庭とは違う家柄に緊張しているせいもある。しかし、一番の理由は他にあった。うちの親、かなり圧迫感あると思うけど、辛抱して耐えてくれ。これは、ただしから電話で、結婚挨拶の日取りの連絡をもらった時の言葉だ。辛抱って。私は言葉に詰まった。ご両親に何か嫌な言い方をされる可能性くらいは、私も想像していたし、覚悟もしている。だが、たとえ嘘でも、俺が守るからとか言えないの？と思うのが本音だ。嘘でも困るけど。いや、頼むよ。俺、特に父さんには昔から頭が上がらないんだ。父さんたちに好かれるよう、カンナは黙ってニコニコしててくれ。いつもは頼りがいがあって、優しくて、自慢の彼氏だったのが、親が絡むと途端に弱気になるらしいと初めて知った。普段と印象が全く違う。ただしの情けない発言に、私は戸惑いを隠せなかった。会ってみないと、わからないわ。ただしとのやりとりを思い出し、私は自分に言い聞かせる。胸につっかえた嫌な予感を押し流そうと、残ったコーヒーを飲み干した。結婚の挨拶当日、私はただしの運転する車でご両親の待つ家へ向かった。夕べは緊張してなかなか寝つけなかったわ。はは、俺もだよ。今日はよろしく頼むな。何事もないといいけど。不安を抱えたまま車は進んでいく。ただしの家は閑静な住宅街にあり、家は門から家に至るまで立派なものだ。庭の植木は手入れされ、鯉が泳ぐ池まであるのが見えた。はじめまして、妹の愛です。こちらへどうぞ。玄関に入ると、ただしの妹の愛さんが出迎えてくれた。出されたスリッパにお礼を言うと、愛さんに案内されて居間に通される。上品かつ高級そうな内装で、私は一歩進むだけでも気遅れしてしまう。私が入ってくるのを見て、彼の両親が立ち上がり、私に挨拶した。カンナさん、はじめまして。ただしの父です。
ただしの母です。さ、お座りになって。想像よりも丁寧なご両親の様子に私は内心ほっとする。初対面から高圧的な態度を取られてもおかしくないと思っていたから。挨拶から始まり、私たちは和やかな空気で会話を交わした。その間、愛さんがお茶と私が持参した和菓子をお茶受けに出してくれる。聞くところによると、カンナさんは母子家庭で育ったとか。少し会話が弾んできたところで、ただしの父が私に尋ねた。はい、私がまだ小さい頃に父が亡くなって、それからは母が美容院を切り盛りして私を育ててくれました。母に憧れて私も美容師になったんです。私の返答に彼の両親は苦笑いを浮かべている。空気の変化を感じて私は戸惑った。うちは格式が高い家でしょ。ただしの母の言葉に父親もうなずく。正直、母子家庭で貧乏人は不合格だと私たちは思っているんだよ。貧乏人は心も貧しい。そういう奴らが犯罪に手を染めるんだ。私は衝撃を受けて固まった。これが警察官の言葉？待ってください。母は一生懸命働いて、私に貧しい思いなんて決して。私が弁解しようとしたが、とっさに口をつむぐ。隣のただしが怖い顔で私を睨んでいたからだ。辛抱して耐えてくれ、というただしの言葉が脳裏をよぎる。私が視線をさまよわせると、ご両親の隣に座る愛さんと目が合う。しかしすぐにそらされてしまった。どうしようか迷っているうちに、彼の父がどんどん言葉を続けていく。警察なんてやっていると、時々コネで厄介事を何とかしてくれなんて無茶を言う者も多くてね。そういう奴は大抵、金も心も貧しい貧乏人なんだよ。それに、と彼の父がいやらしい笑みを浮かべた。女が一人で、お店を切り盛りして君を育てたなんて、並大抵のことじゃない。裏で男の人にご奉仕するような不死だらなお仕事でもされてたんじゃないのかな。そんな母親に育てられた君をお嫁さんに迎えると、我が家にとってもよくない。勝手な妄想、勝手な決めつけだ。私は心の中で吐き捨てた。私は全身がカーッと熱くなり、頭の中が怒り一色になる。父親の失礼極まりない発言に、息子のただしは横で笑っていた。私や私の母がこんなにも馬鹿にされているのにだ。ただしの顔も立てるべきかと一瞬迷った私が馬鹿だった。警察官とか、それ以前の問題だわ。私は彼の父に向き直る。撤回してください。私の母はそんな人間じゃありません。全部あなた方の勝手な妄想です。私は、母を誇りに思っています。私の心からの訴えに、まあ、さすが。貧しい育ちは違うわね。目上に立てつくなんて、ねえ、あなた。まったくだ。やはりろくな教育も受けてないんだろう。彼の両親は、困ったものだと言わんばかりに笑っている。私が反論してしまい、動揺したただしが、慌てて私をなだめにかかった。どうしたんだよ、カンナ。いつもの君らしくない。父さんなりの考えを言っただけじゃないか。父さんごめん。いつもはもっとおしとやかな女性なんだ。私はただしを睨みつけた。いつもの私ってどんな私を。私が本気で怒っているとだけはわかるようで、ただしは曖昧な笑みを浮かべたまま、決して私と目を合わせようとしない。お話が通じないので、今日は失礼します。私はうつむいたまま言った。そうか。まあ、帰ってもう一度よく考えてみるんだね。ただし、元はといえば、
お前がもっと自分に見合う女性を選ぶべきだったんだぞ。かえってカンナさんが気の毒だろう。まあ、あなたったら。彼の両親の笑い声だけが室内に響いている。私は無言で立ち上がり、そのまま部屋を出た。玄関で靴を履く私に、ただしが声をかけてきたが、どうして黙ってやり過ごしてくれなかったんだよ。開口一番に出た言葉がこれ。もういい。この瞬間、ただしに対する愛情が完全になくなった。言いたいことはいろいろあったけど、もう口を聞くのもしんどい。私はプロポーズでもらった指輪を外し、玄関に置く。結婚する前にあなたの本当の姿が分かってよかったわ。さよなら。止めるただしを振り切り、私はその場を後にした。行きはただしの車で来たため、少し歩いて駅まで出なくてはならない。この辺りは土地勘がないが、歩いていればなんとかなるだろう。そう思い、しばらく歩いていたが、あることに気がつく。カバンを忘れた。財布もスマホも、もちろん全部カバンの中だ。どうしよう。取りに戻りたくても、どんな顔で戻ればいいの？途方に暮れていると、後ろから私を呼ぶ声がした。振り返ると、ただしの妹の愛さんが駆け寄ってくるところだった。手には私が置いてきたカバンを持っている。カンナさん、これ忘れてて。よかった、すぐに見つかって。ぜいぜいと息をつきながら、愛さんが私にカバンを差し出す。ありがとうございます。すみません。しばらくの間、私と愛さんに重い空気が流れる。少しお時間いただけませんか？そう言いながら、愛さんが示す場所には、自販機とベンチがあった。本当なら、あまり話す気にはなれない。だが、わざわざ走ってカバンを届けてくれた手前、断りづらかった。少しでしたら。私は了承し、一緒に並んでベンチに座ることに。私はカフェオレを二つ自販機で購入し、片方を愛さんに手渡した。ほんの少しだが、カバンのお礼のつもりだ。愛さんは、ありがとうございます。と微笑む。再び、私たちの間に沈黙が流れる。ちらりと様子を伺うと、愛さんは意を決したように私に頭を下げた。今日は家族が大変な失礼を言って申し訳ありませんでした。愛さんが謝る必要はないですから。私はそう言ったが複雑な心境だ。実は私、以前からカンナさんを知っていて、テレビ局でヘアメイクさんをされてますよね。意外な話が出て私は驚いた。私は確かに出張でヘアメイクの仕事もしているが、本業は美容師で母の店で働いている。最初はただしに聞いたのかと思ったが、そうではないらしい。私実は女優の卵をしていて、一度カンナさんにメイクしてもらったこともあるんです。そうだったのかと納得がいった。ごめんなさい、覚えてなくて。いいんです。その時も跳躍でしたから。それはそうと、愛さんが自分のポケットから何か取り出す。ボイスレコーダーだった。私が首をかしげていると、愛さんが再生ボタンを押す。すると、ついさっき聞いた、ただしの両親の暴言と笑い声が再生される。なんでこんなものを？私が戸惑っていると、愛さんが真剣な様子で私に話してくれた。彼女は昔から両親にうんざりしていたらしい。おまけに警察でなく女優を目指している愛さんを両親は出来損ない扱い。愛さんは心底嫌気がさし、近々絶縁して家を出る計画を立てているんだとか。兄のただしも自分の保身ばかりでかばってくれたことさえないようだ。今日も相当な失礼を言うと思って、
念のため録音していたんです。と、愛さんがボイスレコーダーのことを説明し、うちの家族はみんな穏やかに振る舞っていますが、傲慢で人の気持ちが理解できない冷たい人間です。私にボイスレコーダーをそっと握らせる。私と一緒にあいつらに一泡吹かせてやりませんか？私はボイスレコーダーと愛さんを交互に見て力強くうなずいた。数日後、私は正に頼んで彼の家に行き、両親にもう一度会わせてもらった。カンナ、考え直してくれたんだよな。正は私と復縁できると思っていたようだが、私はご両親の前ではっきりと否定。違うわ。絶対にありえない。親の言いなりで自分で行動できない人が夫になるなんてごめんよ。ただしが打ちひしがれるのを横目に、彼の両親は顔をしかめた。頭を下げて息子との結婚を許してほしい。そう言いに来たと思っていたんだが。いいえ。私と私の母への侮辱を謝罪してほしいと思い参りました。彼の父はふんと鼻を鳴らす。侮辱。どうせ本当に違いないさ。謝罪などをする必要は感じられないな。彼の両親は私が頭を下げに来たわけではなく、謝罪を要求したので気分を害したようだ。こんなくだらないようで時間を取らされて、主人も息子も忙しい立場ですのよ。ムキになるだなんて、きっと図星だったからだわ。彼の両親が下びた表情で笑う。それに合わせ、正も引きつりながら笑っている。正って本当にかわいそうな人ね。心が麻痺しているのかもしれないけど、せいぜいいい子を続けていけばいいわ。もう私には関係ないもの。哀れみを込めた言葉に、正の表情が苦しげに歪む。彼自身も心のどこかでわかっているのかもしれない。私は彼の両親に向き直る。話を戻しますが、謝罪いただけないのですね。わかりました。では、明日のワイドショーをお楽しみに。私の後ろから、はぁっと、困惑する彼の両親の声が聞こえたが、私はもう振り返らなかった。翌日、知らない番号からの着信があった。出てみると、電話の相手は正の父だ。正から、私の連絡先を聞いたのかしら。君、これはどういうつもりなんだ？ああ、ただしさんのお父様ですか。どうされました？彼の父は声を荒げた。ワイドショーだ！音声まで流すなんて。ああ、ご覧になったんですね。私がよくヘアメイクを担当するワイドショーの司会者さんに、お父様たちに言われた内容を話したら、ひどい話だって自分のことのように怒ってくれて、それでワイドショーのコーナーで取り扱おうって話になったんですよ。私の明るい声に対して彼の父は声を震わせる。盗聴していたのか？いえいえ、録音したのも音声の提供も愛さんです。もちろんご本人は了承済みですよ。な、愛が？まさか、娘が関わっているとは思わなかったようだ。動揺しているのが声から伝わってくる。お前らのせいで、私はワイドショーの件で会議にかけられたんだ。おまけに停職処分までされたんだぞ。責任を取れ。私は、あまりにおかしくて、つい笑ってしまった。いや、身から出たサビじゃないですか。ワイドショーに音声は流れたけれど、加工したものだし、名前ももちろん出していない。ネタの内容の人物が誰かと知っているのは、私と愛さんと、ごく一部の番組関係者、そして、愛さんがあなたの上司に教えたんです。ワイドショーに流れたネタの人物があなただとね。再び娘の名前が出て、彼の父はむせ込んだ。父親の交流の関係で、以前から父親の上司と顔見知りだった愛さん。彼女は、父の件で話があると上司に電話をし、
昼間に流れたワイドショーのネタの人物が父であると話したのだ。この時点でもうネットでかなり話題になっており、上司はマスコミが面白おかしく騒ぎ立て調べ回るのではと案じた。結果、ただしの父を早々に会議にかけ処分を決めようと動いたのだ。ネットで騒がれてる声を聞きました？本当に心が貧しいのは一体誰でしょうね。自分の言ったことがブーメランのように返ってきて、彼の父は悔しそうにうめいた。ワイドショーから数日が経過。警察官以前の問題、息子はかばってやれようと、ネットや週刊誌で、ありえない、エリート警察官の暴言、などと、この話で持ちきりだ。私との電話の時点では、ただしの父は停職処分だったが、結局免職になったらしい。ただしの母が刺激欲しさから過去に万引きを繰り返していたことが発覚したのだ。しかもその火消しをただしの父がしていたことも上司に知られ、今度こそ逃げ場がなくなったらしい。ちなみに、ただし自身も両親の責任が飛び火して退職。日頃の行いとタイミングから周囲の人間は、ワイドショーのエリート警察官ってもしかしてと噂しているらしい。周囲の目から逃げるために、ただしたちは家や家財を売り、どこか遠くへ引っ越そうとしているようだと、愛さんから聞いた。その時に、ただしからの手紙を受け取った。中に私が返した指輪が同封されている。今まで本当にごめん。目が覚めたよ。この指輪を売って慰謝料代わりにしてほしい。カンナ、幸せにな。要約すると内容はこんな感じだ。ただしの謝罪で今度こそ胸の内がすっきりし、私は遠慮なく指輪を受け取り売り払うことにした。愛さんはというと、ようやく家族から解放され、女優業に打ち込めると嬉しそうだ。それにしても、ただしさんのこと残念だったわね。店の床をモップ掛けする私を見て母が言う。私は破談になったこと以外、彼の家で言われた内容を母には話さなかった。母が嫌な気持ちになるだけだと思ったから。結婚前に価値観が合わないって分かってよかったの。ご縁があれば次はこの店を継ぐのを賛成してくれる人を探すわ。冗談っぽく笑うと母は、それもいいわね、と微笑んだ。もう少し母と二人で穏やかに過ごそうと思う。